ドレス着たくなってきた？いや、着たくない。無理さあ、今日は何ですか？今日のです。10歳です。10歳のお祝いで写真を撮ります。はい。ドレス着るんだよね。そうなのよ。2日連続ビデオ撮ることになるわ。明日パパの誕生日。今日は何なの？はぁ、冬よ。え、ドレス着るの？いや、無理今、ふんって言ったのね。いや、無理ドレスは嫌なんでね。着物ですよ。着ましょう。はい。いいのあるといいね。はい。ちょっといいかしら。はい。これより渋いのを着たいのよ。あるわけないだろ。ある、これだよ。よく見て。それ、時間まで待ってようか。ピッチピチのドレス着ちゃおうかしら。そうだけど。絶対女の子でさ、誰もがお奉行やんないじゃん。やらないね。私さ、うん、誰もと一緒とか、うん、嫌いなのよ。みんなと違う個性を持ちたい、うん、だから前お奉行にしたわけよ。もし次行ったら何にするの？紫頭巾。あったね。で、うん、次もし行くことがあったら、うん、大人になってたら、うん、舞妓とかあったよ。違う、男のさ格好でね、なんか最初行きたいっつってた、うん、お殿様。なんか絶対男系がいい。舞妓とかはやる大人とか続々いるじゃんとかさ、うん、だって素敵だもん、着物が。だけど私はね、うん、みんなと一緒が嫌だからね。まあ個性は大事だよ。そう、みんなと同じ服着てさ、みんなと同じ髪してさ、みんなと同じメイクしてたらさ、みんな同じ顔に見えるからね。特におばさんとかおじさんからするとさ、若い子はみんな同じに見えんだよ。確かに。うん、でもおばさんもみんな白髪だよ。確かに。だからね、うんうん、でもね、白髪になる理由って、うん、年取ったからじゃなくて、髪に何かの質が足りないかららしい。あ、なんだっけ、メラニンが作られなくなるから白くなっちゃうんだよね。うん。じゃあさ、もしママが白髪だらけになっちゃったら、どうすれば個性が出ると思う？染める？髪をまず真っ赤に染めます。次に、うん、ピッチピチの短パンを履きます。その3、うん、おばさんだらけの T シャツを着ます。その4、うん、派手派手なダサいカバンを持ちましょう。え、やばいね、こうやって。通報されないかな。されますよ。ねねは、うん、ばあちゃんになったら、うん、何色に染めようかな。青やってみたいんでしょ。青やってみたい。青いいんじゃない。ばあちゃんになったら紺色にする。紺ダメかい。、うん、いやいいと思う。それとも白髪よりさらに白くして、うん、白でいいでしょって見せつけようかしら。あと3分。3分1ラウンド。1ラウンド無駄にしろ。1、2、3。さあ、その感想のエルちゃんナイスマイルだ。おーって言われてよ。いつとかでこじいた。さあ、さあ、僕と同じ方向で。おっちゃんと一緒。さあ、その感想の感じでね。どう？楽しそうだよね。素敵だね。キキもやりたい。キキもやるよ。おっちゃんの方が背高いんで、少し顎を上げてもらって。さあ、その感想。頭もうちょっとに遠いからな。そう。そう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 
ただこれ、小指が
が浮いてる。ここ刺されたい。ああ、そう、その小指、その小指、いい小指。そう、今ナイス小指いただきましたんでね、僕今取りたいよ。オッケーオッケー、いくよ、せーの、いらっしゃいませ。どうその感じ、その感じ、OK でございますね。どうねるちゃん、ナイスマイル、お面バッチリでお茶の方見てね。どうその感じです。あはははははは、よしよー、どうその感じです。そう、ねるちゃん、ナイスマイル、OK、OK、いいところでしょう。そう、その感じ、OK ですね。あー、そう、ナイスマイル。どうその感じ、OK、いいな。どうもナイスマイルだ。どうもナイスマイルだ。バッチリでしょう。よし、OK。はい、その感じ。OK ですね。いい感じだ。バッチリ感じ。そう。その感じですね。いい感じ。そういうことですね。どうその感じ。バッチリ。あ、オッケーオッケー。はい、その感じ。もっとぐっと振り返って、お茶の方に。そう、その感じ、その感じ。オッケーオッケー、いい感じでしょ。そうね、じゃあ、ナイスマイル。オッケー。いいと思いましょう。そう、その感じ。バッチリです。よし、オッケーです。緊張する？あ、全然しない。お腹空いたよね。よし、OK。どうぞ。お背中見に。そう、その感じ。ああ、OK、OK。いい感じでしょ。そう。ちょっとじゃあ、味しなくていいよ。ほんの少しね。OK、OK。そう、その感じ。OK ですね。エルちゃん、ノースマイルで一回だけ。ノースマイル。